口あゆきです。ちょっとですね、過ぎてしまったんですけど、先日老人ホームで歌わさせていただきました。でね、その時に大好きな、私の大好きなおじいちゃんおばあちゃんの笑顔に触れながら、で大好きな唱歌や童謡、そして戦時歌謡曲と、それわらべ歌も歌って、みんなでですね、楽しく元気に歌わさせてもらいました。でね、おじいちゃんおばあちゃんたちにこう歌詞を配ってなかったんですけど、すごいですね、みんな口ずさんで大きな声で一緒に歌ってくださいました。音が鳴り始めて、あと歌い始めてきたら、だんだんこう声も出てきて、あと笑顔になってきて、手拍子もしながらっていうので、すごく感動的な、ライブになりました。で、いろんな歌を、歌わさせていただいたんですけど、その中に広瀬中佐っていう曲があるんですけど、その曲を歌った時におじいちゃんおばあちゃんがすごい涙を流して聴いてくださって、で私も歌いながら本当にすごい涙を流し聴いてくださってるのもあるし、すごい私自身すごい泣きそうになりながら、ずっとこらえてたんですけど、最後は我慢できずに泣いてしまったんですが、広瀬中佐というのは、その名の通り明治時代の海軍軍人広瀬武雄中佐を歌った歌なんですが、広瀬中佐は日露戦争の時、行方不明の部下を探すために船に戻り、その捜索中にボート上で撃たれ命を落とされました。軍神として国民的英雄となった方なんですけども、この歌は明治45年尋常小学唱歌第4学年用に載った歌だそうです。おそらくおじいちゃんおばあちゃんたちは小学校の時に習った歌かもしれないですし、またご両親、お父さんお母さんに教えてもらった歌かもしれないし、その当時の若い時の、思い出というか、その時のことを思い出されたんじゃないかなっていうふうに、思いました。で、何度も言うようなんですけども、本当にその涙を流しながら歌われてるっていうのが印象的で、その、おじいちゃんおばあちゃんたちのその涙にはいろんな思いがあるんだろうなって思うんです。例えば両親であったりとか、家族の思い出、戦争の辛い時の悲しい思いだったりとか、その中でも懐かしいあの時の青春であったり、それは本当にかけがえのないそれぞれの命の歩みだと思います。悲しみに押しつぶされてしまいそうになる時っていうのはどの時代にもあって、それはもう私にもあったり、皆さんにもそういう時っていうのはあると思うんですけど、その当時のおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんたちはそれを乗り越えてきて今がある。そう考えてみれば、そのおじいちゃんおばあちゃん その歩みから私たちが学べることってたくさんあるんじゃないかなと思います。だから、今回こうして、おじいちゃんおばあちゃんの優しさだったりとか、勇敢な思いだったりとか、温かさ、それが私自身はもう全てがもう強さなのかなって思いました。なので今回こうしてライブさせていただいて、一緒に歌って、一緒にその時間を過ごさせていただいて、本当に私にとってもかけがえのない時間を与えていただいたなと思うのと同時に、これからもおじいちゃんおばあちゃんに恥じることのないっていうのもなんかおかしいですが、胸を張って自分の生きる道をしっかり見つめながら過ごしていきたいなと思います。で、先ほどお話しさせていただいた広瀬中佐、なんですけど、皆さんとね、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に歌った、動画をぜひ皆さんに見ていただきたいなと思ってたんですけど、その動画がちゃんと、撮れてなくてですね、今回皆さんに見ていただけないんですが、そのライブの一番最初に歌った、唱歌の1月1日をみんな皆さんと一緒に歌っている動画がありますので、ぜひそちらをご覧いただければなと思います。そして広瀬中佐は、去年の4月にですね、ライブした時に歌わさせていただいたライブの映像を見ていただきたいなと思いますので、今回の動画のまた次の動画でぜひアップしますんで見ていただけたらなと思います。はい、ということでですね、この日はですね、最後私が帰る時に
見送りとしてわざわざ来てくださって、おばあちゃんがで、すごい若い頃思い出したわって、あの時のこと思い出したわ、すごい楽しかったって言って、本当にありがとうっていうので感謝を伝えていただけて、私も本当にその、お言葉をいただけて、して笑顔を見れてすごく元気になりました。すごい元気になれたよって言ってくださったので、すごく私自身嬉しかったです。そんな、おじいちゃんおばあちゃんと、一緒に歌った、1月1日を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。歌っていきたいと思います。ワン、ツー、ハー、イ、ト。